おわぁ、こんなん流れ着く今の時代に。こんなもんやめなさいよあなたって言って捨てられて、日本の映画界のトップ、日本映画監督協会理事の佐藤重直監督。大島渚監督、はい、大島さんはね、僕がいると落ち着くんですよ。まあ言っちゃっていいのかな、あの野坂さんとのやりとりとかが。僕は止めたんですよ。え、あの時いらっしゃったんですか。僕は野坂さんを止めて連れて帰ったんです。え、あの日ですか。そうです。パーティーにいたんですよ。マジですか。で、大島さんは先週からの引き続き佐藤重直監督でございます。ゆるじゃさんの小津良監督、里見光太郎さんの作れなくなったんですよ。歌が流れてきたんですよ。愛と優しさをずっと青春胸に描いていったんですね。今回あの、そう、青春のしおりという新作映画が間もなく公開されます。 AKB の女の子が主役 で、ね、あの池江選手、理香子さんが、うん、もうそこまで言っちゃっていいんですか。逆に秋元康さんも来ます。みんなで嬉しいんかい言わなきゃけど、あ、突っ込んでしまいました。あなたも来てもらって、あの関西弁の強調の仕方とか言うじゃないですか。まあ10代の時に私は関西西の国からね上京してきまして、戦ってきましたし、やっぱり見守ってくれる人がね、慈しみ微笑むグレートマザー、与えられた分の愛を返そうと思うけれども、0歳か1歳ぐらいの幼かった孫ですよね。あんまりこう俺の言葉をね思ってるのに言えないっていう、この写真はなんか、あの伊豆大島行ってきてね、伊豆大島ってある花が有名なんですけど、花フォンデュも食べたんですけど、何それ、めちゃめちゃ良かった。シャンプーに出たと。近鉄電車公認ソング平常級、うめうめ、公認を受けてまいりました。すげえ。平常級しも近鉄電車が駆け抜ける、これタイアップにしてくれよ。お願いします。 CM で流れてるわ。さんぐらいに歌ってもらおうかな。その歴史的地区のど真ん中を近鉄電車が通ってる、京都の方がすごい評価されてしまってるんだけど、実はね、めくるし夜が変わりつく傾向と、天般の魔脚誰も飼い鳴らされて、愛の中で急に襲う寒気が